皆さんこんにちは、ゾンさんです。今回は一つ前に出した動画で、スマホの編集アプリですね、をご紹介したんですけれども、今回はですね、そのスマホの編集アプリを使って、具体的に、動画を作っていくということをやっていきたいと思います。で、今回はビデオリープを使うんですけれども、まあ、前回、比較したインショットとか、ブローって、VLLO というブローっていうアプリもですね、基本的には操作は一緒なので、まあ、他のアプリ使っている方もですね、参考になるかなと思うんで、ぜひ、チェックしてみてください。で、今回はですね、僕が、TikTokで上げているこちらの動画ですね。この動画を、スマホのアプリで、編集していきたいと思います。で、結構、まあ、基本的な作業になるんで、まあ、動画の素材を読み込むところから、カットしてスピードを変えて動画をつなげていくというところを今日は、やっていきたいと思います。早速ね、動画編集の方を始めていきたいと思います。レッツゴー。ビデオリープを開きます。で、ビデオリープを開いた画面がですね、ここの、オレンジ色のプラスですね、これをタップして、ここまあお気に入りのところに素材を入れてるので、まあ、3つ素材を入れますと。で、元々の素材は実はこうスローなんですね。先ほど見てた映像は、スピードを変えて、まあ、完成形の映像なんですけど、今これ元々はこういう、実はこういう素材なんですね。で、撮ってる時っていうのは実はもう普通に、上から下に下ろしてるだけなんですよ。で、それを、まあ、それぞれの素材の前後を、スピードを変えてつなげていったら、ああいう映像ができるというところで、まあ、今回はね、具体的にそれをね、やっていきたいと思います。じゃあ、早速ですけども、この3つの、素材をですね、つなげていくというところで、まあ、後ろのこのところですね、大体この辺ですかね、この辺で、まず、カットします。素材をタッチして、分割ですね。分割。で、同じように、こちら側も、このあたりで、分割ですね。で、これのスピード、速度ですね。速度を5倍。で、後ろ側のクリップの速度も5倍に変えると、ギュンってこう、つながるわけですね。ちょっと違うな。カットする位置がちょっと変ですね。まあ、この辺はね、微調整。うん。この辺で切りましょうか。この辺で、この辺りで切っていくと。で、これはもう、5倍にすると。で、これはね、もう、こう、ちゃんと映像がつながるように、映像がしっかりつながるように、つながる位置でカットをするというところですね。で、これはこのカメラの動きとか、つながりましたね。で、多分この辺りですね。そこで、次は2つ目の動画の素材ですね。で、2つ目の動画の素材を、分割していきます。で、タップして、右行って分割ですね。分割を押すと、でこれが、この、分割、これされましたね。で、これの後ろ側の方の速度をまた5倍に変えていきます。そうすると、ドンしなくなるんで、次は、あれ当たります。で、後ろの方も同じように、分割して、どの辺で分割しようかな。この辺ですかね。で、これを、変形じゃなくて速度ですね。こう変えていくと。で、これをね、繰り返していくと、こういう感じでつながるんで、最後この辺で、分割しましょうかね。分割。あれ？あ、タッチしないといけないですね。分割してこれの速度を、まあ、5倍ぐらいにするとこういう感じで、上から下に来て次の映像に行って背中に当たって。で、そこから背伸びして上に消えていくというのが、できるようになります。で、動画の、素材としては、以上になりますね。今回はですね、クリップのスピードだけを変えると映像がつながったと思うんですけど、結構編集でやってることっていうのはすごいシンプルで、いい動画っていうのは本当撮影の時に8割9割決まってしまうんで、編集を前提とした
撮影をするっていうことが非常に大事になってきますので、皆さんも編集、まあ、撮影だけしてるとやっぱり編集しないとあのいい動画っていうのは撮れないので、実際編集すると繋がらなかったりうまくいかなかったりするんですよ。それっていうのはうまく撮影できてなかったりするっていうことなので、編集をしないと撮影の方も上達していかないというところなので、編集を前提とした、カメラワークだったり撮影っていうのを学んでいく必要があるかなと思います。で、次回はですね、じゃあ撮影ってどうやってやるのっていうところが多分あると思うんで、ものをかっこよく撮るというところで、たまたまあのこれですね、バリューミューダのディファール、あ、別に広告とかじゃないんですけど、僕が個人的に、まあ、かっこいいなと思って買ったんですけど、まあ、これのどうやってかっこよく撮ってかっこよく編集するかっていうのを実際にね、その裏側を見せながら話していければなと思います。で、次回も楽しみに待っていただければと思います。じゃあ今回の動画は以上になります。これめっちゃかっこいいっすよ。